はいどうも皆さんこんにちは。こちらね、向こうに見えているのはリクガメのケージですね。で今日はこの目の前にある赤玉土とか腐葉土とかいろいろ使ってね、土をねゲットしてきたんで、これでリクガメのねケージ内をセットしていこうかなと思います。今までは床材はねヤシ柄を使っていたんですけども、そのヤシ柄も全部ね今取り払ってこんな感じ。ちょっとね中は掃除しました。まだ若干汚いですけど、まあ土入れるしいいかなというような感じですね。でその取ったねヤシ柄を一旦ゴミにしまして、ゴミ袋に、まあ、こんな感じでね突っ込んで直してます。でそのすぐ隣でリクガメね一旦避難してもらって、はい、こちらのイベラギリシャですけども一旦温浴してもらっています。ではねこれらのね土を今から中に入れてねセットアップの方していこうかなと思います。ちなみに東ヘルマンはすでに土でもうセットしている感じですね。では今からセットする間は少し早送りでお送りいたします。まずは家に残っていた赤玉土をね全面に敷いていきます。次に一番左のここのスペースは餌場にしようかなと思うので、ここに土を敷いた上でその上にこの木のねなんか餌場みたいなやつをねちょっと置いていこうかなと思っています。もともとはねシェルターとして使っていたものですね。カメがすごくパワーが強いんでねすぐ動かしちゃうので、レンガをね周りに敷いておきました。そして次に鹿沼土を足していきます。まあ風化した軽石みたいですね。これもね、結構こういい感じにかさ増し要因というか赤玉土と一緒にね混ぜていきます。そしてこれはアマゾンで買ったカキ殻ですね。もう粉末になってるやつです。園芸でも始めるんですかっていう、なんかそんな感じですね。混ぜ混ぜしていきます。最後に腐葉土です。もう本当に園芸です。これでねまあ土に色味というか、なんかさっきから白いなと思ってたと思うんですけども、まあ、茶色くなっていってくれるかなと思います。混ぜ混ぜしていく。でまあカラッカラなんでね十分水分をね霧吹きをすることで足していこうかなと思います。これでだいぶね綺麗に整ったんではないでしょうか。さあそしたら実際にねうちのイビラギリシャに戻ってきてもらいましょう。この子もでかくなったんでね、このケージ横90あるんですけど、奥行きも60あるんですけど、それでもねなんかちょっとちっちゃく見えちゃいますよね。あーでもいい感じ、めちゃめちゃいい感じ。なんか新しい環境にちょっと戸惑ってる感じがしますね。果たしてそこのね餌場を使ってくれるのか、全部ね破壊してしまわないかがすごい心配ですけども、なんかすごい匂ってますね。多分カキ殻とかね、なんか白いのにちょっとこう食べたろうかなみたいな、なんかそんなんも考えてるかもしれないですけども、ちょっとね、慣れていってもらいましょうか。こやつはね指を食うんでね指を与えていきます。パック食べられましたね。お腹減ってそうなんで野菜あげていきます。小松菜大好きです。いやというか何でも大好きです。全てを食べる、やっぱここまでね大きいと本当に何でも食べてくれるんだなと思いますね。リクガメは大きくなる種を飼うのが楽しいっていう風に多分考えられていると思うんですけども、やっぱりこのねロシアとかヘルマンよりもちょっと大きくなるイベラギリシャリクガメ飼っててすごく楽しいポイントはこの大食感なところですね。倍速ですけどもみるみるね小松菜が吸い込まれていきますね。もうちょっと持っとくのめんどくさいので適当にねこうやって投げ入れておきます。小松菜ね、これぐらいはもう余裕でペロッと食べちゃいます。ちなみにうちは小松菜とか野菜あげるときにこのスペフをねかけて、全然で、あ、出過ぎだ、これをねかけて与えています。とまあこんな感じでね最後野菜を食べてるシーンで終わりにしますけども、土でねもう園芸でも始めるんですかみたいな、そんなね土をね混ぜこぜしてリクガメの飼育環境を整えていきましたよという動画になります。リクガメ飼育本当に楽しいです。野菜を食べているシーンをね見るだけでも癒されますよね。床材をね床材を考えるだけでも楽しいので、ぜひねリクガメ飼ってる皆さん、ヤシ柄で飼うだけではなくてこんな感じでね土替えしてあげるとカメちゃんもね気持ちよく暮らしてくれるんではないかなと思います。本日はこれで以上です。ではまた次の動画で。さようなら。